富樫勇樹選手ってすごいね、はい、目標にしてると思うんですけど、ね、はい、富樫選手のドリブルワンワンちょっと徹底解剖したいなと思ってます。バスケットテクニックはですね、 B リーガーや NBA 選手を目指すきっかけになればいいなと思ってですね、我々3人でバスケットのテクニックをトークを通してですねレクチャーしていく番組となっております。ということで本日のテーマなんですけども、ワンオンワン時のステップ、ちょっと狭いとこ行きましたね。いいですね、いいですね。そんな狭いとこ行ったです。ワンオンワンの時のステップがあるんですね。そうですね。それは知りたい。まあまあまあ、はい、もちろんね、クロスオーバーとかドリブルとかいろいろ技はあるんですけども、はい、みんな手先だけに目いってませんみたいな。一緒にね、足つきなさいよって感じですよ。ステップ、あのアンダーカテゴリー世代というのはやっぱ富樫勇樹選手ってすごいね、はい、目標にしてると思うんですけども、はい、富樫選手のドリブル、ワンオンワン。ちょっと徹底解剖したいなと思ってます。期待です。はい、まあやっぱりスペース、うん、これ重要だと思うんですよ、はい、まず一つはね、結構こうみんなワンオンワンっていうとここがスリーポイントラインのトップオープンキーだとして、はいはい、まあ大体この辺からプレー始める人すごい多いと思うんですよ。なんでかって言ったら離れたらスリーポイント打てるしみたいな、ここがスリーのラインですね。そう、スリーのラインだとして、はい、じゃあここラインだとしたらやっぱここら辺でプレー始める人が多い。もしクロスオーバーとかに引っかかったらスリーポイント打てるしみたいな話でここから始めがちなんですけど、富樫選手はちょっと違います。No. 違う。あの人はハーフコートから入って一番リングまで遠いところ、右斜め45度端みたいな。そう、右斜め45度端か左45度。あ、そう、ここにいます。なぜかというと、まあ、一番見渡せる場所、ポイントガードとして一番コートを見渡せる場所であるということと、彼はスピードが速いので、かけっこしたら負けないん で、自分の長所を生かすためには、そのリングまで長い距離があればあるほど、競り合った時に負けないので、一番まあ遠い位置にいると仮説しております。これについてはインタビューはまだしたことありません。なるほど、仮説ね。仮説です。三岡さんの仮説。仮説です。スペーシングっていうのはもちろん大事なんで、はい、5人密集してるよりももちろん広がってる方が、はい、たくさんスペースができるんで、はい、まあ、その中で彼がよくやる。はい、富樫勇樹選手は僕よりちっちゃいので、はい、青柄の選手相手にした時にはやっぱり警戒はしているはずなんです、はい、体をこうやって挟む、まあ、これはもちろん一番取られづらい、はい、ただじゃあ一番オフェンシブかというとそうではないんですけど、まあでもこの時点でボールとの距離がこの距離ありますね、はい、この距離だから取られづらいわけです。いいですか。確かに。じゃあショットクロック少ない時彼いつもどういうステップするかというと、はあ、これねみんな分かっちゃいるけど多分止められないんですよここで、でもこれ、こっから抜き去るってなかなか難しいじゃん。むずいですね。だって足もこの状態でプレッシャーかけられてて、もうコンタクトもある中で、これポストプレーするわけにはいかないですよ、こっから、はいはい、こっからゴール下までねじ込むのは無理です。なので彼は、この今スタンスからこのボールのところ、こっちを起点にしてこういうステップをするんですよ。こう、スイッチスタンスって言うんですけど、はい、スイッチスタンス、この距離をいきなりこうスペース開けるんです。スペース開けて、開けた時に彼はスピードがすごいから助走つけれるわけじゃないですか、ここ、はいはいはい、そしたらもう相手はもう絶対止められないから、まあ、スペーシングはもちろんなんですけど、はい、コート全体のスペーシングと自分のスペースを一気に作るっていうのがすごい上手いです。おー、はい、なので彼はこれで列車かかっててうわーってきたのをこの一瞬でスペース作って、もしギャンブルしてきたりしたらもちろん行くし、こう勢いつけてワンオンワンにされるって一番厄介なんですよ。スピードに乗られててこっちは待つしかないからもう最強のリアクション状態になるんです、うん、最強のアクション状態になるんで、こっからもうクロスオーバーなのかすげえ、そうこういう感じですね。はい、というスイッチスタンス。スイッチスタンス、まあ、仮説ですけどね、僕のこれはでもこうディフェンスがやっぱディフェンスを前を詰め寄った瞬間に、ね、仕掛けられるんです。そうです、仕掛けられる。一瞬なら空中に浮いてる時もあるし、はい、重心がこう行った時にはもう富樫選手はドライブ仕掛けてるという、はい、もう一回スイッチスタンス、もちろんです。ポイント
こう、まずこの状態で、はい、まずここボールとの距離があります、はい、なので、まあ、ボールは取られません、はい、だこの距離があれば今のところボールは取られません、はい、で、もう自分が仕掛けるぞっていうそのタイミングで、はい、ボールはここにあるままなんですけど足だけ入れ替えるとステップ、あのここにステップができる、そう、あーボールはこのまま、そうそうそう、だから足どどこっちで蹴ってんすか、右で、あ、こういうことです。なんで、この練これをひたすら練習するんです。こういったらこの足はもう引く、一気に開くんですね、一気に開くんで、そう、この練習です。この引くのがパッてなんですか、そうです。わって速いです。わって速いです。わって速いです。このスペースを取って、このスペース分、距離をディフェンスと離すことができれば、こっからワンワンがよりスムーズになるよっていうスキルでございます。すごい。子供たちから、まあ、高校生、大学生まで、富樫選手を目指している選手って多いと思うんですけど、まあ、そういうスキルを、まあ、彼は使っているので、ぜひぜひ皆さん、真似してみてくださいと。まあ、キーポイントで言うと、要はもう自分のね、そのワンワンするためのスペース作りなので、はい、その場合もね、自分でもこう試行錯誤しながら、はい、あの練習していってもらえればなと思います。はい。はい、ということでですね、ぜひ興味関心持っていただけたなら、チャンネル登録お願いします。それでは皆さん、はい、See you next time! バスケットテクニック。